方です。公衆トイレでいいの？公衆トイレしかないよ。寿司屋しゃあないじゃん。やだよ。先飯の方がいいと思うよ、俺は。じゃあ、お昼前に入っちゃうよ。うん、そっちはいいよ。お昼で混みそう、これ。なんか、あの道の駅見てたらそんな感じした。うん。でね、でね、混んでたらね、これ破壊って混んでたらね、ミオさんがダブルって。あれ、私の言ってて。
言うこと聞かないけど、そうなのよって言って。子供君というのは昔からね、計画性がなくて行き当たりばったりで生きていく人だから。ってことに、これよりひどくなるから行かないと。じゃあウルルン行って、うん、そっちの方がいいと思うよ。富寿司行って飯食って墓だね。それで墓ずっとまたこっち戻ってくるんだね。いいじゃん。ほらほら、家からエボ釣ってきた。赤倉温泉、普通は出たよ。この温泉はどうだろう。赤倉温泉、新赤倉温泉、2つあるんだ。赤倉ちゃんでも知らないだよ、知らないから聞いてんじゃん。だからどうなのって聞いてる。有名だよって返されてる。赤倉の温泉ってね、あれが多いんだよ、赤いの。へえ。赤倉の温泉なんて赤いじゃない。赤くないよ。何言ってんの。松代温泉って赤いの。赤倉なんて赤くないよ。赤かったじゃん。5月頃行ったってスキーやってて。はあ。それは知らねえ。絶対覚えやもん。全然赤いっていうのは違います。いやもう、温泉が。鉄が多いんだよ。だから新潟入ると周囲って途端にね、道が赤くなるんだよ。思わない。うん、赤い。だろ。だっせ。お、なんかほら歩いてきたぞ。いや、こんな時に出ちゃダメだってよ。暑い。ちょうどもしれない。服着せられて。母ちゃんも知る。このぐらいのうちはまだいいや。ふざけんな、バカ。暑くねえのかな。暑いんじゃない。ちょっと届けてみていい。暑いんじゃない。あ、まだ大丈夫か。まだ涼しいの。アパリゾート、アパあるんだ。大丈夫。知っ
ってるよ。アパなんて大したことないで有名。